ハンドメイドの中古品の話。ハンドメイドの中古品の話。私、レザークラフトを趣味でしてました。やってました。自分でもね、ちょっとカバンとかを作ろうかなと思って。それで、その前に現物を見た方がいいだろうと思って。それでね、中古の服とかを扱うような古着屋さんとかね、そういうところに行ってですね、カバンもね、売ってるんですよ。うん、中古のカバンね。で、本革のレザーのね、カバンも売ってることがあります。30個に1個ぐらい、20個に1個ぐらいは本革のレザーのカバン、これ中古品で売ってるわけね。で、あんま買いませんけども、まあ物を見るにはいいですよね。あ、これ本革だと思って、値段いくらかなとかね、でどんな風な縫い方してるのかなとかちょっと見たりとかね。うん。それで、もしすごい安いのがあれば参考のために買っちゃうとかね、数百円だったら参考のために買っちゃうとか、あるいはこう参考にならなくてもですね、革の素材自体が使えるから切っちゃえばいいからね。まああんまりね、そのカバンをね、切って素材にするってことはやりたくないんだけど、最悪ね、例えば取っ手がもう取れちゃってるとか、なんか破れちゃってるとかね、そういうのが後で発見できた場合はもう使い物にならないから切っちゃうっていうね、切って自分の革の素材にしちゃうっていうことも想定してですね、まあ買いに行くわけですよ。それでね、買う前にこう見て、あ、これこういう縫い方してるんだなみたいな感じで見ていたらですね、あるカバンが500円で売ってまして、これ本革のカバンです。本革のカバンで、まあヌメ革じゃないと思うんだけど、茶色系の本革の牛だと思うんだけどね、カバンで、なんかね、表面、まあ縫ってあるところ縫ってあるところが粗いんですね。すごい粗い、ハンドメイドで縫ったんじゃ、手縫いで縫ったんじゃないかっていう、そういう粗さなわけ。粗いっていうのは縫いの感覚がひどくてですね、糸も太くて、ミシンじゃないなっていう、そういう縫い方で。ただ、既製品でもですね、なんていうか、職人が手縫いしてる場合があるんで、これまだわかんないと。素人がハンドメイドで作ったのか、あるいはプロがね、既製品で作ったのか、わかんないけど、で、よくよく見たらですね、カバンっていうのは、かぶせる、蓋みたいなありますよね。ペロンってかぶせる蓋。あれがね、マグネットの留め具で、マグネットで留めるような、ものだったんだけど、そのペロンってと上にカバーかけるような、そういうところね。ランドセルで言うと、一番表面のペロンっていうところね。カバンでも大体同じような方式ですよね。あれがね、なんか薄っぺらいんですよね。ペラペラなんですよね。で、ペラペラなのは、まあ、それはあり得るんですね。蓋がペラペラっていうのは。まあ、それはあるわけね。全部が全部ランドセルみたいに、分厚いものでできてませんから。で、ただ私がね、気になったのが、ペラペラのね、革なんだけど、切った、断面、はい、切った断面がね、こう手が引っかかるというか、うん、処理されてないですよね。はい、切ったヘリの部分ありますよね。これがヘリ落としっていうね、ヘリ落としっていう作業がされてないし、かといって磨いてあるかって磨いてないわけ。トコノールとかつけて磨いて、こう、滑らかにしてあるかってしてないと。あれ、これ、蓋の部分粗いぞ、みたいな感じで。普通やってるような処理がね、されてないと。ハンドでメイドでも、やるようなね、処理がされてない。既製品なら、既製品っていうか、その、職人がね、プロとして作ってる、同じような大量生産のものだったら、よりそれやっとかないといけないんだけど、やってないと。おかしいと。これもしかして個人がハンドメイドで、趣味で作ったものかなと。うん。で、メーカー名とか、ありますよね。刻印とか。もう探してもないわけ。
まあカバンのね、あの内袋みたいなのあるん、ちゃんとこうつけてあるんだけど、このどういう企業が作ってますよとかね、誰が作ってますよとか、刻印とか入ってないわけね。あれと思って、もしこれハンドメイドかなと思ってね、個人が趣味で作ったものね、それが流通していて、結局中古品でその古着屋に並んでるというね。で、それ500円ついてると。だから、なんていうんですかね、それってありなんだと思いましたね。これもしも個人が作ったハンドメイドのカバンだったら、それが流通して、まあ、下取りというか、なんていうか、中古品でね、そこまで来て、で、古着屋のところに陳列されてるわけね。で、まあ、500円っていう、まあまあのお値段がついてるわけね。だからね、出どころ不明ね。素人が作ったのか、プロが作ったのかもわからない。それが、こう、並んでるっていうね。だから、中古品を使うね、そういう人たちも、値段つけづらいですよね。情報がないから。これ誰が作ったのかわからないし、ね、これは牛の皮ですよっていうそういうタグみたいなのないし、全くわからないからね。だから、でもまあ、一応値段はついてるわけ。まあそんなわけでね、ハンドメイドのね、中古品じゃないかって思われるものをね、見ましたね。